よいしょ。ちょっとね、一人しかいないですけども、今日はおはよう。久々の出演ということで、ね、あと2人来るかな。一応予定ではともやさんといっさが来るんでね。みんなちょっと待ってくださいね。決して友達がいないわけではない。じゃあね、ちょっと待ってる間に、じゃあ先にオープニング言っておきますか。じゃあオープニングお願いします。誰このメガネ、リクです。なんかすごい、いつぶりだろう、いつから出てないかな、なんか結構経った気がするけど、すごい飲ませようとするね。あのまさかの急ぎすぎてお酒を忘れるっていう、多分後から来る人たちが酒を持ってきてくれることを信じて今ここにいるんですけどね。てかコメントなんか少なくない？あれこんな少なかったっけ。なんか前まで来た時もうこんなにコメント来てんのぐらいあった気がするけど、お酒その場にあるんじゃないの。いや持ってきてますよ、気のせい。そうコメントはそんななかったっけ。なんか久しぶりすぎて全然わかんないけどね。えてかまずロマンスの正直何でもいいんだけどっていうのもね初めて知ったかもしれない。本当になんか俺一人で来てると本当に何でもいいんだけどって感じになっちゃってるけどね。笑っちゃってみんないいのって分かんないけど、どうだろう。今日メガネでかくない？そうですか、メガネ外した方がいいですかね。盛り上げて、一人で盛り上げる気違いだよね。メガネでかくない？なんかメガネあった方がいい。いやあのどっちがいいですかね。これかけてどっちでもいい。あのすごいあった、かけよう、あった方がいいね。あった方がいい方が多いね。いらない。いやなんか最近これなんかみんな知ってるか、日崎さんっていう方がいるんですけど、伊達目です。日崎さんにいただいたんで、最近つけてるんですけど、ここ1ヶ月ぐらい。いいじゃん、頭良さそう。悪いみたいなね、言い方。見た目だけな。でも結構多分僕バカなのバレてるんで、しょうがないと思いますけど。うるさいな、誰だこれ知ってんの、俺のこと知ってる人これ。見た目だけ悪い前提。いやいやリアルにバカ。結構でも始まったらコメントね結構みんな返して、いや知らないです、はじめまして、どうも、バカ最高。バカ最高、バカ上等がいいっすよね、やっぱりね。そっちの方がね、お店に来た時とかもやっぱ楽しいですよね。バカ上等で騒いで、結構なんかバカマンジ最強。なんか最近なんかみんなマンジ使ってるけど、ね、20、21ぐらいの人たちかな、若者言葉なのかな。マジマンジ、そうマジマンジを最近なんかうちの若い人たちがめっちゃ使っててね。なんかたまになんかその後輩に何時って聞くとマジマンジって言われて、ちょっとなんか僕はウケるというかちょっとイラってきたりするんですけどね。メガネ飽きた、いや外せえじゃあね。えこんな、あリク、あ知ってる人ついに来た、
ねえ、なんかすごい久しぶりすぎて。はい、僕がリクです。あなたがリク、僕がリクです。はじめまして。リクっていうのはね、 OK 今確認みたいな。あ、でもそうっすね、こっちね3つ出てるからか、これこれね、イッサ、トモヤ、リク、リクです。僕はメガネのリク、メガネのリクは最近っすね。メガネ外そう、泣き、タクついたことある。あ、本当ですか、ありがとうございます。あの、ごちそうさまです。お酒本当にね、ロマンス優しい人ばっかりだからね、お客様はね。うん、私ない。あの、ぜひ今度つかせていただきます。すいません、あの結構暇なんですけど僕はなんでだろう、売れてる人、あ、全然売れてないです僕あの有名じゃないですよ、有名な人一人慣れてきた。そうですね、なんかコメントと会話してるとなんか心なしかネクラなんで少し落ち着く気がしてきた目ちっちゃくても大丈夫だよ、それは知ってる人だよね。うん、うちにはいないよその人はね、落ち着く本当に。なんかあんまパソコンとかいじんないし、こういうなんか放送とかもやったことないんですけど、なんかコメントと話してると落ち着きますねなんか優しそう、優しい、いやそう、どうすかね、僕ホストですから優しいってね、で優しいってどこね、何が優しさかみたいなの分かんないからね本当に。僕でもあんま怒んないですけど、うん、内面はそうでもなさそう、うん、それが正解かも。うん、切れたことない、そう。いやでも切れますよ僕も多分。ロマンスではないだけだって。うん、そう、優しいの定義は人それぞれ、間違いない。うちに秘めるサイコパス系男子おもろい、これ書いた人。でもサイコパスってやばいっすよね、あれ。なんかサイコパス判断心底みたいのなんかあるじゃないですか。あれなんか結構外れたこと書く人やばいっすよね。俺もなんか友達にいて結構こいつサイコパスだなと思いましたもん。なんかこの人サイコパスっぽいね俺がっすか、なんかそんな人道外れた、なんか人とは違うことしそう、人とは違うことっていうか、また違うのかな。頭悪そう、まあ悪いっすからね僕、頭良くないっすよね。なんか中卒ではないない、そう、高卒ではない、一応大学出ましたけど僕は。本当になんかでもそんな勉強はできませんでした昔から、全然。今でもね、あの携帯とかばっかいじって、東大卒誰がやねん、そんないい学校出てないいやなんかね、なんかたまにこう字を書くと漢字がね、うん、漢字が分かんない最近、やばいなと思って、なんか字書く大切さみたいな、うん、ホストさん人と違う人が多い、うん、確かに。ホストがじゃあサイコパスなのかな、そしたらサイコパスって何、怖いんだけど本当に。そんなに見えますサイコパスね、俺は。東大卒サイコパス仕立て、何そのなんかコース料理でありそうな名前ホストやってる時点でサイコパスだよね、おい。歌舞伎町でやってるホスト全員に謝ってほしいねこれねサイコパス、あ、でもサイコパスどうなんだろうね。サイコパスな人でもうちに秘めてる人はいるわけで、なんかこうね、みんな出してない、それはね犯罪とかになっちゃうから。夜やってる時点で私もサイコパスじゃあ夜やってる人全員サイコパスになっちゃうの。サイコパスってことは便利すぎ何それマジで。なんかでもね、こんなにサイコパスね連呼してるのはね久々
久々っていうか初めてだよね。なんかこんなにサイコパスで夜やったやつ頭湧いてるの多い。頭湧いてるって、なんかサイコパス炒め食べたい。それは中華っぽいね。なんかね、すごいみんな元気、こんな時間にありがとうございます。本当ロマンスの放送見ていただいて、頭湧いてるってね、頭おかしいみたいなサイコパス、サイコパス漢字で書くとそうなの。漢字わかんないってばっかで、なんかよく読めたなと思って俺今ちょっと褒めたい。サイコパス食べたい。どんな感じ。すごいね。なんかみんななんか頭良くない、なんかすごいよくそんな感じとかすぐ発想出てくるね。サイコパスと今すれ違った。あ、歌舞伎町、あ、ホストかな、夜の人かな、芸人ですか。違います、僕は芸人じゃない。芸人ね、昔ねうちには芸人いたんだけどね、知ってる人は知ってるかもしれないけどね。サイコパス踏んだ、なんか揉めてるのかな今ね。なんかこうね、閉店時間で終わってね、なんでラストなのに私の横じゃないのみたいな。まあうちはラストないんで、うちじゃないと思うけどね。芸人ですかって踏んだ、うわみたいな。ロマンスはラストないっすね。そうですよね、結構ピアノとかがあって落ち着いた店なので、できるのかな、僕は聞いたことないですけど。僕ピアノ弾けないですよ。いやすごいじゃんって。ピアノ弾けないですよ僕は。全然ダメですピアノ。なんか猫踏んじゃったとかもう弾けないです。なんかグイグイ来る人がおる。すごいじゃんって。ね。なんかでも東大卒でピアノ弾いてサイコパス。なんねそれ、なんかかっこいい。なんかすごい、そうそうそう、すごい素敵な人の想像図みたいなね。全然東大じゃないしピアノ行けないしバカだし、でもサイコパスではないと思う。実家金持ちやの、なんで急に。実家は全然普通ですよ。ホストで売れてる人は少しおかしい人が多い気がする。あ、でもなんかそれも一つのなんか頭の回転というか、すごい、ね、そういうの早い人、頭実は頭いいんじゃないかみたいな、勉強してこなかっただけでね。そう、ハイスペック、そう、そういう人がやっぱ売れてる人はなんかそのなんて言うんだろう、天才みたいな、なんかもうすぐね、返しが出てくるみたいなね感じなんで。誰か来た。IQ どれくらい？俺は IQ 相当低いですよ多分。紹介します、酔っ払いです。なんで来たのね。あ、酒持ってきた？酒持ってない。酒ねえんだって。酒ないよ。酒ない。これ飲んでいいのかな。え、どうなん？今日月ね、飲んでいいの。 IQ190 ないで。190ってやばくない？なんか190結構やばいよ。120とかでもやばいんじゃない？なんね、そう、また頭悪そうなのが増えた。うっせぇお前。うっせぇお前。じゃあここでね、一回ね CM 入れて仕切り直しましょう。 CM どうぞ。
ゃん、今日俺の可愛がってる一番弟子の悩みを聞いてくれませんか。何をどうしたらいいか分かんないです。一番尊敬してる先輩の真似をしてるんだよ。お前の尊敬してる先輩は誰だ。もちろん五十嵐仁さんです。俺たちやっぱり論じるだな。いやそうそう、一人かなり酔ってた、またいなくなったんですけど、ここにいたんですけどね、ここにちょっと今一回いなくなったんですけどロマンスのピアノはあれですよ、ピアニストの方が弾いてますよ。あのちゃんとあのキャストとかではないんですけど、ピアニストの方がいて、あのピアニストの方が交代交んまあこう日によって違う人なんですけど、はい、あ、戻ってきたどう、おはよう、はい、誰いたの、みなみだよ、おはよう、ね、見せつけるように弾いたおはよう、おはようそうなんだよねいや、めっちゃ人気やん。そうなの、うん、メラ、おはよういやでも俺ね、うん、こうメラッチって言ってもらえるじゃん、うん、メラ、はい、メラパンマンじゃないか、はいはい、メラさんおはよう、うん、結構ね、うん、あの助かってるよ。助かってる、本当にそれで救われることがある。それで救われてる本当に、マジで、ね、うん、マジでこれさ、うん、お前虚月しか入れてないでしょ。いや違うよ、水割り、あそ う, そう、あの足元に ありました酒、うん、忘れてた。よいしょ、イエイ、乾杯、イエーイ。そう、めっちゃ仲良し、もののけ姫歌える、それ指名してからカラオケで歌ってあげるやばい、俺今日ベロベロだよね。いやだって、うん、今日やばいよ本当に。なんかさっきまでさ一人でやっててさ、なんかねえ寂しいみたいな感じだったんだけど、うん、一番最初に入ってきた人がすげえ千鳥足だったからなんかちょっと笑っちゃったよね、入ってきた瞬間俺はそんな言うんだったらマジで本当にまあ指名してほしいよね、うん、まあね、未成年以外、うん、未成年ちょっと入れないからボンジョビお願いします、絶対知り合いの、ボンジョビ、え、俺と一緒にカラオケ行ったことある、ボンジョビって、ボンジョビってあれでしょ、いつもライブとかでしょ。俺歌うのバックストリートボーイズだよ。確かに確かにってやめて俺の中でラッソンと呼んでるやつみなみがバーでバックストリートボーイズ歌いだしたらマジで酔いがやばい時だからラッソンだと思ってる。普通先輩はあれじゃん、いるじゃん、うん、俺がバックストリートボーイズ歌うと先輩も帰り始めるから全員帰るからね、全員帰るから、全員帰るからなかなか怖いなかなか怖いね。 あやばい、これ以上いたらなんかあるみたいなね。何、ああそう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 、ベロベロだよ、やばいよ、ほんとやばい、俺今日やばい知ってる、だって今日やばい、今日だって店ですれ違った時に目いってるねって言ったもんね、一番最初に今日やばいでもこうやって酔っ払った皆さんとこうやってね、うん、コメントでこうやって飲めるのがもう嬉しいよ。確かに確かに、うん、うん、リク だ, やばい、だいぶ限界だねリクやばいやばいね、もうやばい。ロマンスで優しい先輩は全員優しいって言う、うん、優しいし、でも多分このコメントくれてる人がいくら使ってるか分かんないけど、うん、俺ね、うん、ぶっちゃけ言うよ、うん、リクに一番使ってるから、うん、俺が確かに、俺のどのお客さんより一番使ってる、一番使ってるね、みなみが俺に、うん、俺300万使ってるからご飯とかで、ご飯とかもうその他もろもろ、そうではねえマジだよ、300万だよ、うん、使えんの、使ってっていうか
やばいね。計算したらいける。いや計算一回なんか領収書とか出したよね一回全部。今までミクロあのミナミになんかご飯行ったやつ。一回寿司三昧で俺無銭飲食して。いやいやこんな動画で言う。いい全然いい全然いい。ああ無銭飲食してね。まあ払ったからね。そう。うん、無銭飲食して。うん、でリクに電話して助けに来てもらったの。うん。懐かしいね。もうベロベロすぎて寿司三昧行って。俺ずっと保険証叩いてた。明日払いに来るから。明日払いに来るっつってずっと店員と揉めてるところを俺が回収したね。そうでずっとイエーって叫んでるやつでしょ。そうやばかったよマジであの時のテンション。よくご飯をごちそうしてくれる先輩。ああ、でもこれって難しくて、うん、みんなごちそうしてくれるよ、うん、先輩、うん、結構誰とでもみんな飲むし食べるしみたいな感じなんじゃない。そうだね、うん、多分 誰と誰が仲いいからみたいなのはそんなにないかもね、うんうん、何食べるの何食べるの何でも食べます。そう食い物だったら、うん、いやそうでしょ食べるんだから食べ物って書いてるね。食い物でしょ、うん、いや懐かしいやん。でもでも、うん、ホストのイメージ分かんないよ、うん、なんか、うん、すげえ高いところに行ってるとか。ああね、あのねそんなんじゃないよ、うん、焼肉多い。焼肉多いね。確かにめっちゃ多い。焼肉は多い、うん、焼肉は多い。叙々苑俺5回しか行ったことない。うんうんうん、ね、5回しか行ったことないよ、うん、多分ここに帰ってる俺も振り切っていい、うんうん、もう全員的に回していい多分、うん、君たちよりも全然いってるやばいね。マジで、うん、もう俺も嫌われていいもんマジで。何で嫌われてたっけ。もう嫌われてた。でもなんか好印象だったよさっき先生みたいって書いてあったよ。嘘、うん、この感じでしょ格好が、うん、嫌われてんの俺嫌われてんのマジか。いやなんで嫌われてたのにショック受けんの。あ、元からはちょっと考えてなかった。え、でもこうやって書いてくれんじゃん、うん、俺ねもうごめんだけど、うん、スーパーポジティブシンキングな確かにあのねメンタル叩かれる叩かれたらありがとうみたいな、うん、もう正直言うとお前暇なんだなって思っちゃう、うんうんうん、教頭先生ホスラブはやめて何見てんのホスラブはやめてホスラブやめて、うん、ホスラブ炎上してくれんのありがとう。なんかやっといて。なんかだっか誰だっけな言ってたけど、うん、ホスラブが炎上したら一人前のホストみたいな。それ俺だよそうお前か俺だよお前か俺が言ったよホスラブが炎上するじゃん、うんうん、だったら、うんホストとして一人前って思っちゃう、うん、ああそう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 それここでそれ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 書いてる子がいるかわかんないけど、うんうんうん、あの、うん、書くじゃん、うん、それほど有名人になれるんだなって思っちゃう。ああそうそうそう。じゃスーパーポジティブだ。まあだからまあ褒められようがけなされようがその瞬間に、うん、例えばじゃあ俺だったら俺のことを書いて俺のことを考えてるやつがそれだけいるってこと。そうね。だからそう思うじゃん。なるほどね。あ、プラ…あれだね、ポジティブいや、俺めっちゃポジティブだからそうじゃないじゃん。あ、ほいやメラさんで有名なホスト歌舞伎町の、歌舞伎町のメラだわ。メラ系ホスト。なんだよ、物のだけ姫だったらお前ほんとシャンパン出しろよやばい、俺今日酔ってるよ。いや、知ってる、うん、すげえ、こうやって見てくれてるリスナーさんに向かって、うん、俺もうほんとに言いそうだもん。でもほら書いたんじゃん。そんな南叩くことなかったわ。どう？いや逆に辛いわ。叩いて。なんか叩いて。うん。最低だなって。メラ可愛い回。いいじゃん。あ嬉しい。うん。ジムの方ですか。そう。叩きがいがない。ない的な。そう。ああ。でもそれって。うん叩かれたら売れてるとか言ったけど、うん、俺叩かれないもん。うん誰に対しても平等だもん。うん
メラを囲む会メラを囲む会で囲む人数じゃねえけどね、これ叩いても何もできないけどさ南今日地味だねって。いやでも地味地味か今日地味だよ、うん、なんか落ち着いてるね、なんか服が32歳って言われる32歳、ね、その程度じゃねえよ面と向かって言ってこいや俺本当に面と向かって言ってほしい。あこういこうね、炎上させてみろよいやいや要するにね、それぐらいの何かね、うるせえやつばっかな、ね、ここは。あでもあの炎上マジで超うるさくないこいつら。俺もその炎上の表現じゃあ俺ごめん酔ってる酔ってる酔ってる、ほんと酔ってる。お前らほんとうるせえ、ほんとにお前ほんとに面と向かって言える勇気があるんだったら来いよ、うん、南くん神経締めで来いよ。おうるせえほんとにでバカ野郎話しましょうと、そこで、うん、そうだよ、うん、話せ話せ話せって何で人何で他人行儀それがもう可愛い初回が来たらどうやって落としますか。可愛い初回 あのね、うん、これね結構あるんだけど、うん、何が可愛いか、あの可愛いの基準ってあるの、うん、例えば人によってはお金を使ったら可愛い、うん、自分のタイプだから可愛い、うん、っていうのがあるじゃん、うん、俺そうじゃなくて、うん、あの来てって言った時に来るのが一番可愛い。おポスト、うん、いやそうでしょいやまあでもそれはねすごいね嬉しいし、そう理屈なの、うん、何よりねそれが一番だよねうまいこと拾わない方がいい一応うまいこと言ったっぽいよ。ああだってねそうもう最後だから、じゃあ俺も振り切りたくない本当にあの、うん、お金使え、うん、もうそれだけ大事にするよ、うん、本当にね自分多分分かってると思うもん、うん、何使って、ね、ちゃんと言って名前書けじゃあいやろ名前書け。いやそんなね今日の放送もあと10秒いや早いねそれ酔ってるからね、ね、こんな感じで終わっちゃうけど、ベロベロなんだけど、また次謝罪するよまた謝罪していきます